妻は2015年1月14日から3月18日まで毎週水曜日22時23時に日本テレビ系の水曜ドラマ枠で放送された日本のテレビドラマ。湯川和彦脚本によるドラマオリジナル作品で家政婦の三田の制作スタッフが再集結して制作される。柴崎ウは本作が連続ドラマ単独初主演となる。 ドラマのタイトルとなっている妻のまるには主人公夫婦の重大な秘密が隠されており放送前には第1話でその真相が明かされると報道された第1話ではそれが契約結婚であることが明らかになったが制作側は妻は契約妻ではないとしている視聴率は口実のようにまずまずの結果となったが結末が ハッピーエンドではなく主人公が死亡するという展開であったため、そのことについて否定的な意見が目立ったという。ニュースキャスター、久保田正澄と、その妻、光は誰もが認める理想の夫婦。しかし、実はこの夫婦には様々な秘密があった。光は婚姻届を出していない契約妻であり、3年ごとに契約書を更新していたのだ。 6年続けてきた契約での夫婦生活から本当の夫婦になりたいと思ったマサミが契約更新を拒否し、プロポーズを申し出ると、光は即断り、出て行ってしまった。そこから多くの困難が訪れる。ありがとうございます。